地元変貌次長の有志が2005年に旧光電を整備したもので、明治時代のあざなにちなんでアナムシの里と名付けられました。今年は10日ほど前から花がほころび始め、現在、マイヒレンという白い花びらの先が淡い桃色に色づくハスが見ごろを迎えています。しとしと雨が降る中、訪れた人たちはカメラやスマートフォンを手に、 ハスデを散策して雨に濡れたハスをめでていましたまたピンク色のハスと赤色のハスはこれから7月中旬にかけて見ごろを迎えアナムシの里では8月中旬までハスの花が楽しめるということです7月13日土曜日には花ハス祭りが開催されます